Hunnigan, what happened? The transmission got... お前の話なんか誰か聞くかよ、この老けた20歳ぐらい。はい、ということで、こんにちは、バイオハザード4でございます。ごめんなさい。バイオハザード4やっていきましょう。ブルーホースでございます。もう冒頭から挨拶ミスるってもう、これ以上にダサいことないっすよね。やっちまったな。はい、どうも。チャンネル登録とグッドボタン、今の面白かったよっていう方、ぜひね、してください。はい。ダサ。まあ、ちゅうことでね、前回パートからね、まあ、ちょっとこの無双武器を使っていきながら、城に潜入してね、片っ端から邪教とぶち殺していくっていうパートをやっております。で、今回は、中でなんか下水道で面白い虫飼ってるから、ぜひね、ちょっと、駆除に困ってるからやっちゃってねっていう、その、いったご依頼を受けてますんで、じゃあ望み通りにしてやろうじゃねえかっていうことで今進んでいるという最中ですね。ただね、前回パートで、なんか広場で、戦うところが嫌いみたいな、苦手ですみたいなことだけど、もう一つ苦手を挙げるとしたらここかもしんないね。うん。孤島とかも、そのレベルすごく高くなってきてるけど、その一方で、孤島まで行ってくると、大してね、敵が、めちゃくちゃ敵は確か強い、おー、後ろ痛いの、こういうことになるからね。敵が強いっていうのもあるけど、武器も充実してるから、そこまでめちゃめちゃ苦労するっていう感じでもないんですよ。うん。ただここに関してはまだまだ武器もあれだし、やっぱ見えない敵ってね、怖いんだよね、結構ね。だからここが苦手かもしんない。いるかな？いない？そうなんだよね。なんか来てるようで、来てないようで、来てないようで、来てるね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 。おい、オッケー。よし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 。そう、ここも苦手だな。うん、意外とね。で、なんか、割と攻撃力も高いっていうのも結構あるよね。ここはビクツな、ビクツも、ビクツも、ビクともしない。うん。そんな感じですね。はい。まあ、皆さんのね、もうね、ぜひチャンネル、登録じゃなくて、なんだっけ。そうそう、皆さんもぜひなんかここの、チャプターは得意ですとか、このチャプター苦手ですみたいなのがあれば、ぜひ、コメント欄で残していただけたら嬉しいですね。はい。うん。よし。で、開ける。拾う。回す。排水するか。回すじゃなくて。オープンセサミ。降りてくる。キックする。違う。キックじゃなくて。壊して。壊して、倒して。これなんかもう一手くらいここに出てくるんじゃなかったっけ？おお、うわ。上から2体降りてくるのか。びっくりした、今。早くね、ここもう逃げたい欲があまりにも強すぎて、そうそう。あまりにも逃げたい欲が強すぎるから、さっさと行っちゃうっていうね。降りてきてる。ああ、2体、こんなところに2体も出てくるんだ。はあ。やらしいね。でも、必ずこいつら倒したら、そのアイテムを落としてくれるっていう点はいいよね。少なくとも、グリーンアイで1000円稼がしてくれるっていうね。これで終わりかな。よしよしよし。って言って、ここでね、無事駆逐することができたからって言ってね、次の、ハモのブルンブルンタイムのところで意外とこうやられちゃったりとかするから、そうなったらマジでダサい。そうならないようにだけ注意しましょうというとこですね。うん。ちなみに僕の録画環境ね、動画をこうシコシコと見ていただいてる方は、ご存知かもしれないんですけど、僕ね、嫁さんと娘さんが寝た後に、娘さんって言い方言ったら娘ちゃんの方がいいか。嫁さんと娘ちゃんが寝た後に、一人でね、シコシコとね、一人寂しく別の部屋で、録画をしているっていう環境なので、今これ、夜中の1時過ぎたところなんですけど、明日も仕事なんだよね。うん。明日も仕事があるというところなんで、そんなこと言ってる場合じゃねえだろっていう、さっさと寝ろよっていう話なんだけど、一人の時間をね、こうやって、なんか自分の好きなことに当てるっていうのはすごくいいですね。だからチャンネル登録ボタン押してとかってさ、なんだかんだ視聴者さんに、こう、いろいろ見てほしいなっていう思いもありつつ、こうやって一人でベラベラ喋るっていうのが、とにかくね、僕ね、なんかその自分の知ってることとか経験したこととかっていうのを、こう、意味もなく、なんか一人でベラベラ喋るっていう、とにかくなんか喋るっていうことがすごい好きなんだなって思って、それがなんか例えばさ、そのトーク力とかで、島田紳助さんみたいに、すごい面白い話とかができればいいんだけど、何かしらその口を動かしていること自体がなんか楽しいみたいなことが多くて、そんな感じなんでね。そんな
話でもよければね、ぜひ雑談に、まあ、ラジオ感覚だと思ってお付き合いいただけたら、まあ、この上なく、喜んで、涙ちょちょ切れで皆さんのことハグしに行きますんで、ぜひね、そんなことでもいいですよって、そんな内容でも全然問題ないよって、好きだよっていう方はね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン、そしてコメントでね、頑張れって、君は一人じゃないよってコメントを残していただけたら、はい、なんかします。なんかします。なんかって何かわかんないけど、そんな感じですね。はい。さてさて。ここ普通に開いてんだね。さてさてさて。じゃあ、いらないアイテムを売っていって。ここがね、なんかいろいろとサロンみたいなのこう、なんかうじゅうじ進んでいくっていうのは結構難しいっていうか、この次が特にめんどくさかったりするよね。なんか、見えない壁に阻まれて、確実に、進むこと、敵を倒すことのできない環境に置かれるみたいな、そんな状況になっちゃうからさ。ね。城の特に前半は結構割とめんどくさ、当たんねえし逃げられるし、なんでだよ、おい。城の前半は割と結構めんどくさいステージが多かったりする気はする。うん、3の3もそうだし、あ、違う、3の2、そう、3の3は、あ、死んでない、生きてる。あ、近づいてきて、おいでおいでおいで、お兄さんがお相手してるから、してあげるから、おいで。そう、怖くない、痛くなかったでしょ。そう、一瞬で終わるからさ、痛くしない、優しくするから、つってね。よくわかんないさ、先っちょだけっていうバカ、あれなんなの。男の俺が言うのもさ、あれなんだけどさ、収まるわけないじゃん。そんな性欲を抑えられるくらいだったら、初めから先っちょなんて言葉使わないもんね。あれ面白いよなっていつも思うね。ちょっとだけ入れさせてとかさ、どうせ果てるまでやるんだから君はって思うけど、あの先っちょだけっていう言葉ほど信用ならない言葉も他にもあるけどさ、絶対に何もしないからとかもさ、ねえ、信用しちゃいけない言葉のあれだと思うけどさ、本当に先っちょだけって面白いよな。男の俺でも思うもん。まあ、女性からしたら溜まったもんじゃないっていう話になってくるけどさ、だから女性の皆さんの先っちょだけとか、何も、絶対何もしないからっつって、部屋とかホテルに、なんか、呼び込もうとしてくる男がいたら、そいつは絶対信用しちゃならない人ですからね。だからそういう言葉を言う人に関しては、いわゆるセックスだけじゃなくて、残念ながらありとあらゆる面で信用することが、多分、はばかれるような、性格だと思うので、だから例えば、絶対に返すからお金貸してよとかさ、お前のこと幸せにするから結婚してくれとかっていうのも、多分結婚しても幸せにしてくんないし、貸した金返してこないしっていうね、ことだと思うので、だから、なんだろうな、結構、まあ、これ、女性から男性に対してっていうのはちょっと俺よくわかんないけど、男だから、男から女に対してだったら、その男が自分のことをちゃんと大事にしてくれるかどうかとか、誠実な人なのかどうかっていうのを判断するのに、そのエッチに対する言動とか、それからまあ行為そのものっていうのが、果たしてこう、思いがあるのかどうかっていうのはすごい大事だと思いますね。だからさっき言ったその先っちょだけとかさ、何もしないとかさ、先っちょってなんかストレートだな。そう。っていうのも、そうだし、まあ、あとはだから行為自体も、荒々しいとか、なんか自分だけ言ってすごい満足してるのか、とかね。だからそういう、なんかちょっと自分勝手だったりとか、全然気持ちよくない。その気持ちよくないっていうのが、なんていうんだろう、単純にその人が下手くそで気持ちよくないっていうのと、要は一生懸命やってくれるんだけど気持ちよくないっていうのと、本当にこう、まあ、ただただなんか、AV で見た知識があたかも正しいかのように荒々しくやって、なんか自分はこの人たちを満足させられてるんだっていう大いなる勘違いをしている男子と、まあ、これはちょっと区別が難しいんだけど、うん。だから、結局、まあ今言ったように、すべては、エッチをするときに、
大切にしてくれそうかどうかっていうのは全部出てくるというところなので、そこら辺はぜひね皆さん注意をしていただけたら、注意というか、まあ、そこで判断していただくのがいいんじゃないかなとは思うけどね、っていうお前はどうなんだっていうけど、もう この話をしちゃうと僕のその嫁さんが巻き込まれることになるんで、僕のことはね詳しく知りたいっていう方はオープンにはできないから、せいぜい DM くらいで教える、まあ、もしくはコーチングのセッションを受けている方とかにこそっと教える程度にしてもらえたらなと思います。はい。意外と結構なんだろうな、人のセックス事情って話とか聞いてたら面白いもんね。なんかこう、ね、年末くらいに大学の同期と、ほい、大学の同級生とね、ゼミの友達と会ったんですよ。男一人、女一人ので、僕入れて3人で飲んだ時があったんですけど、その女の子側のセックス事情っていうのも聞いて、まあ今はそのお付き合いしてる彼氏、あ、そういえばクリスマスくらいになんかプロポーズ受けるかどうかみたいなのが聞いてたな。ちょっとどうなったかまた聞いてみよう。うん。ごめんなさい。ちょっとこっちの話。そう。で、その子自身は別にセックスすることは嫌いじゃない。その女の子のね、まあ、セックスすること自体は嫌いじゃないけど、でもなんかその彼氏が、その、セックスするときに、すごいこう、優しいけど、なんかその、セックスをするための、その、いわゆる前戯なのか、あるいは、その、単にじゃれついてるだけなのかっていうのが、すごいわかりにくいくらい、なんかこう、まあ、いい言い方すると優しいし、その子曰くじれったいみたいな。だから、やるなら、もう、いっそのことをもう思いっきり手を出してほしいみたいな言い方をしてて、ああ、なるほどなと。あまり、その優しくされるのが、まあ、基本的には女性にとってすごくいいことだと思うんだけど、それは動画すぎると、今度逆にこう、じれたくなっちゃうっていうから、だからその、行くべき場面と、ちょっと抑えた方がいい場面っていうの、その塩梅っていうのは結構難しいんだなっていうのは、なんかその話聞いて思ったね。その男の方に関してはあまりにも性欲がなさすぎて、なんか、あ、ちょっと待って、ごめんなさい。あ、ちょ、いらん。左上に映ってる。消えた。じゃじゃ、また出てきた。大丈夫？ OK、よし。ごめんなさい。なんかキーボードを、ね、キャプスロックを押しちゃうとなんかああやって出てきちゃうんでね、その時は半角全角ボタンを押して一旦消すようにしてるんですけどね。ちょっとごめんなさい、やっちゃった。うん。そいつ男の方に関してはなんかあまりにも性欲がなさすぎて、なんか自分でするのもこうなんか数ヶ月に一回とかだから、数ヶ月に一回しかしないみたいなこと言ってて、だから数ヶ月に一回すると、普通、まあ、液体って白いものが出てくるんですけど、あれ？液体って普通は白いものが出てくるんですけど、あまりにもその、あ、そうだから注意しなきゃいけないんですけど、まあ、多すぎてもあれなんだけど、少なくとも1週間に1回、それでも短いくらい、ほんと3日に1回くらいはした方がいいんですけど、そう。だから、精子が死んじゃうから、そう、男の息子娘たちが死んじゃうから、まあ、子種かな、死んじゃうんで、本当は、まあ、3日に1回、まあ、3日に1回くらいで確か、まあ、すべてがなんかこう、綺麗に入れ替わるみたいなことを言われたりとかしてるっぽいんで、まあ、それが定かじゃないですけど、まあ、毎日やりすぎると今度逆に量が減っちゃうから、まあ別に自分でやる分には関しては、問題ないのかもしれないけど、まあ、真剣に子供を作ろうって考えてる方に関しては、ちょっとその頻度っていうのは毎日しすぎると、まあ、ちょっとずつその量が減っちゃうから注意してねっていうそういう話もあったりとかして、そうだからその数ヶ月に1回とかってなってくると今度その逆に溜まりすぎて要はたまたまちゃんの中にね、たまたまちゃんの中に溜まりすぎちゃってちょ元気のない子供たちができちゃうから、その黄色いものがドロッと出たりとかっていうような状態になってくる。ちょレオンの目ガン開きやったな今。これ多分あれだな。お仕置きだな。エロい話しすぎた。ああ。いいじゃん。男なんて結局そういうことしか考えてないんだからさ。ほら、男って1分間くらいに、1分スパンくらいでエロいことばっか考えてる。女性はまあ1日で5、6回エロいこと考えるみたいな。まあそれも多分年齢差はあるかもしれないけど、男は
その1分に1回エロいこと考えたりとかしてて、女性はまあ4時間に1回くらい、4、5時間に1回くらいか、だから1日5、6回くらい考えたりみたいなことをしてるっていう話は あるんですけどね。まあそれが どういうエロいことなのかって分かんないけどね、思いっきりセックスのことなのか、まあなんかちょっと、あの女の人のおっぱい大きいなっていうのをちらっと見て、そういうことが浮かぶのかとか、そこら辺はちょっと分かんないけど、違う、こっち組み合わせ。そうっていうのがあったりするんでね。ジーッドン。OK。そんな感じなんですよ。だから、まあ、環境的にそこまでの頻度でやるのが難しい、その3日に1回とか1週間に1回の頻度でやるのが難しいっていう方も中にはいるかもしれないけど、できればそのくらいのスパンでやった方がいいし、で、行為自体で出てくるそのなんかタンパク質が抜けちゃうから筋トレに良くないんじゃないかみたいなこと言ったりとかするけど、本当にもう 0. 何グラムとかそんなレベルだから、そんなタンパク質抜けたくらいで何ら体に悪い影響っていうのは一切ないですから、あれ一回出るじゃないですか出すじゃないですか、出して全体の量の中の 90% 以上はその性なんだっけな、なんか、そういう、全く、小種じゃない成分が出てくるんで、で、それ自体、タンパク質とか一切関係なかったりとかするから、ね、そういうところなので、まあ、だから全然行為すること自体が、例えば、その筋肉のこととか気にする方とか、もしいらっしゃるかもしれないですけど、そこら辺は全然ね、気になさる必要はないかなって思います。思う存分出し尽くしてもらえたらいいんじゃないかなというところですね。はい。出し尽くすって言い方も変だけどね。はい。というとこですね。まあ、レオンは今まさにこのチャイナドレスのビジョンを目の前にぶちまけて放出したいと思ってるところではあるんですけど、残念ながら彼女がそれを察したのが今からね、明かりをペシャーってやって逃げていくから。キャー、視線を移した時点で気づけよ、エージェントっていうね。お前特殊訓練受けてんだろっていうね。人間は大体口と目線で語りやすからね。はい。という、まあ、ちょっと、まあ、エロい話ばっかりしてて恐縮だったんですが、一旦ね、このパート終わりになりますんで、動画ご視聴どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけたら嬉しいです。ということで、また明日もお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。じゃ、またね。バイバーイ。